チャールズ・ウェスレイチャールズ・ウェスレイはイングランド国教会における信仰覚醒運動であるメソジスト運動の指導者でありジョン・ウェスレイの弟。チャールズは主に多数の賛美歌を記したことで知られる。チャールズ・ウェスレイは兄と同様に父親が教区司祭を務めていたイングランドリンカーンシャーのエプワースで生まれた。兄も学んでいたウェストミンスター学校と オックスフォード大学のクライストチャーチで学び、1729年に仲間の学生たちとオックスフォードメソジストグループを結成した。アニジョン・ウェスレイやジョージ・ホイット・フィールドの後にグループに参加した。チャールズは父や兄同様に1735年に司祭となり、ジョンと共に総督ジェームズ・オーグル・ソープの側近としてアメリカ・ジョージアを旅行し、翌年帰国している。 これだけの親密さにもかかわらず、チャールズと彼の兄はその信念に対する問題においては常に意見が合っていたわけではなかった。特に、チャールズは彼らが定めたイングランド国教会と断交する案に対して強く反対していた。1749年4月8日、チャールズ40歳の時、年下のサラグウィンと結婚する。彼女は、ハウエル・ハリスによってメソジストに回収した裕福な ウェールズの地主マーマデューク・グウィンの娘であった。彼女はウェスレー兄弟のブリテント全域に及ぶ福音伝道の旅にチャールズが旅行を辞める1765年まで同行した。チャールズとサラの間には8人の子供が生まれた。その中にはオルガニスト、作曲家のチャールズ・ウェスレー・ジュニアとサミュエル・ウェスレーがいる。その活動の過程においてチャールズ・ウェスレーは 数千曲もの賛美歌の歌詞を執筆し、その多くが今なおよく知られている。代表作に、天には生え、ハーク、ザ・ヘラルド・エンジェルス・シングなど、その普及の賛美歌のために、ゴスペル・ミュージック・アソシエーションは1995年に、チャールズ・ウェスレーの名を、ゴスペルの伝道に加えることで、ゴスペル音楽に対する彼の音楽的活動を、称えた。彼の息子、サミュエル・ウェレーも、 その音楽的貢献が称えられている。ありがとうございます。